キングダムという王国からやってまいりましたウクレレブラザーズでございます。喜多方といえばラーメンでございますね、ラーメンをモチーフにしましたウクレレブラザーズのヒット曲麺食いと、今日は喜多方バージョンでやってみたいと思います。それでは麺食いと、ワン、スリー、フォー、ラーメン、タンメン、三丁目のですね、老人会副会長今種市さんが絶賛の隠れすぎた名曲「誤り人生」という曲ですが、この曲を演奏するにあたってどうしても書くことのできない楽器がありまして、ただこの楽器を演奏する人っていうのは世界中で3人しかいないんですけど、その中の1人を今日はお呼びいたしました。ご紹介いたします。イースター島からお越しくださいましたナンバーワンギロス奏者アルクモアイ大先生です。皆さん大きな拍手でお迎えください。気をつけ、アルクモアイ大先生に礼。
はい。社会のね歪みを鋭く表現したあのメッセージソング誤り人生という曲でしたけども、次の曲はですね、あの埼玉県寄居町のですね和菓子職人前田喜左衛門さんという73歳の方がいらっしゃるんですが、和菓子職人なんていつも中腰になってるんですね。で腰を10年前から痛めて仕事ができない状態になってたんですけども、この曲を聴くようになってから徐々に腰が良くなって、最近は朝ジョギングしてるということで、来年はぜひホノルルマラソンに挑戦したいと言ってるんですけども、そういうあなたの心の痛み体の痛みを癒します、ボサノバ温泉。詰め込み癒しに行こう、ボサ
この曲を参考に、全然参考になりませんが、そういう肥満を歌った曲がありまして、ソーファットという曲ですが、皆さん肥満はですね、足音もなく近づいてきます。気をつけてくださいね。それではソーファット行ってみましょう。俺の体の
다 갖다 마시고 미카테 헤라노 수미사 決まるか決まらないかで今日の運勢が決まるというね、ウクレレブラザーズ最後の曲になってまいりましたが、ここでちょっとアントニオ猪木大先生に登場してもらいましょうかね。元気ですか？元気があれば何でもできる。そういえばね、もうウクブラのファンの方はお馴染みだと思いますけども、では皆さんご唱和お願いします。 Thank you.
だけど私には日本国籍じゃないのよ。違法滞在外国人呼ばわりされちゃうの。いつも人目を気にしながら生きているけれど、年に一度だけ浅草に来てサンバを踊れたよ。アカデミア長谷川
チーム有限管理課カントリー村です。今日は本当にどうもありがとうございました。明日も11時から胸合い胸合い空間で演奏します。どうもありがとうございました。ウクレレブラザーズの皆さんにもう一度大きな拍手を。じゃあごめん、これ足終わったらすぐ。ああ、了解です。お疲れ様。音のある街コンサート、本日、夕方5時までですね、この南手の方、ふれあい夢空間、それから下南ステージ、そして北の方、北方バル、それからアイアイホール前、そしてクラーニは第一タクシー跡、全6会場で、たくさんのアーティスト、熱い演奏を繰り広げます。皆さん、パンフ片手にゆっくりと、ご覧になっていってください。では次のバンドのセッティングまで少々お時間いただきます。